キャプチペリーをご覧の皆さん、こんにちは。今日は一つのオリジナルを混ざった、完成するまでの過程というものを、見ていただこうかなと思っております。で、僕はブログにも書いた通り、1ヶ月間、ウッドアンドウェストという施設に、滞在して、その技をちょっとこう形作りという部分で練習してきたんですけども、まず最初の練習段階というのは、スポンジプールの方で、いろんな動きを久しぶりに試すという。で、今思えばもう今やってる回転よりも逆回転に回ってみたり、タイミングも全く違ったりと、いろいろこう試行錯誤をしていくか、今の、形に落ち着いたと。で、回転が落ち着くまでっていうのはこれ結構やっぱり時間がかかるんですけども、自分自身、体がやっぱりその動きについてくる、覚えさすっていうところまで、できたら、次は、ゴムランプの方で操作を、それは完成までに言うと、第2段階に至るんですけども、ゴムランプ自体も中がスポンジでできてて、表面はゴムでできてます。だから着地するところまで練習が作れてます。で、そこでやっぱり着地っていうとそこまで時間がかかっちゃうんですけども、怪我も少なく、とりあえず着地を狙いに行く、いい形をそこで作るという練習をします。で、それができたらとうとう、もう本当のハーフパイプで挑戦するしかないんですけども、今回は、ノーマルのハーフパイプに挑戦する、のは日本でしようかな。それはもう怪我のこととか、そういうものを考えた結果、日本でやった方がいいかなと思ったんで、神戸に帰ってきてイースケートパークで挑戦しました。